やあ、ケンジ、君に話してるんだよ。何が不満なの？機嫌が悪いならそう言ってよ。気持ちはわかる。みんな、ハムスター君機嫌悪いのかな？心配になってきたよ。報道がおかしい。どうしちゃったのさ。なんで回し車で走らないの？スーがダメだって言ったの？ああ、わかった。カメラの前だと恥ずかしいんだ。すぐなんとかするよ。ハムスターが一番好きなものといえば、どこだっけ？これじゃない。あ、見つけたぞ。まずは人参。食べなよ。え、いらないの？みんな一体どうしたの？何も、おしゃべりしてるだけだよ。変ね、あなたの声だけ聞こえたんだけど。違うよ、遊んでたんだよ。歌を歌ったりしてさ。歌？信じられないわ。みんな聞いてたよね。誰かと友達になったり一緒に遊んだりしたいときは質問攻めにしなくてもいいのよ。人参もあげようとしたんだよ。これはどうかしら。わあ。みんな、スーのアイデアは気に入った？みんな、このモフモフの友達の名前を考えてないの。手伝ってくれる？下のコメント欄に候補を書いてね。一番人気のを選ぶから。みんな、迷路好き？コメント欄で教えてね。スー、この迷路簡単すぎだと思わない？じゃあどうしたらいいの？4種類作ればいいや。いいアイデアね。それぞれを1フロアにすればいいわね。違う色にすればもっと素敵だわ。早く描き始めてよ。次の迷路はもっと複雑にしよう。スー、どんなのにするか決まったの？そうよ、変わった迷路にするの。丸いんだね。そうよ。僕も描いたよ、見て。いいわね、サム。面白い迷路。もう2種類のデザインが必要よ。見て、これ迷路に使える？見せて。うん、ハムスターが入れればいいんだけど。この5階建ての迷路のアイデアが気に入った人は高評価してね。4つ目の迷路どう思う？最高だよ。早速作ってみよう。よかった。赤の迷路は後でデザインしましょう。よし、そうしよう。うう、見てよ、もう迷路を試そうとしてる。みんな、迷路にはこういう段ボールの土台が必要よ。最初の迷路は段ボールだけでできそう。サム、はいはい、ほぼ完成してるよ。全部切っといたんだ。あ、ちょっとチェックしようか。チェックはいらないよ、組み立てるよ。わかったわ、サムチン。この迷路思ったほど簡単じゃない。でもやってみましょう。これも忘れないでね。ありがとう、サムチン。サム、今日は大活躍ね。部品全部用意したし。感謝はいらないから、ダンボールの迷路マスターって呼んでよ。スマホの登録名も変えとくわ。みんな、最初の迷路の完成よ。最高の出来じゃない？もちろんだよ、僕が切ったんだから。早く次に移ろうよ。次は丸い迷路ね。これがいるよね。いらないのよ、サブチン。なんだ、ボールはいらないのよ。ダンボールを丸めるから。デザインではダンボールをここに丸めるの。だから厚すぎないように作りましょう。早く迷路を組み立てなきゃ。サムはもう3つ目の準備してるから。綺麗に貼ってね、見てるよ。
この丸い迷路いい感じだ。あとちょっとで完成。なんでそんなに長くかかってるの。3つ目の準備 OK なのに。はあ、早くハムスターの競争を始めたいよ。急かされたら余計時間かかるじゃない。そう思わないサムチン。みんな、1つ目と2つ目どっちの迷路が好き？3つ目と4つ目はどうしたのよ。まだ作ってないじゃない。全部が完成したらアンケート取りましょう。一番いいのをみんなが選んでくれるわ。いいね、コメント欄に書いてもらおう。この部品をこうやってつけてできたわ。ハリネズミに気をつけて。ハリネズミが何？何とはなんだよ、これのことだよ。あははごめん、すぐにはわからなかった。こんなにいっぱいいるのにさ、意味わかんない。かわいそうなサムチン。次の迷路にはこんなに段ボールを使わないわ。サムスターが迷路を走り回るのが待ちきれない。すごく楽しそう。三つ目の迷路の完成。イエーイ。この迷路ハリネズミばっかり。さあ次はとっても面白いわよ。何か忘れてるよ。あら、いいタイミングじゃない。まず地面を4つの部分に分けるの。この段ボールを使うのよ。迷路っぽくないな。ポピットの家がある部屋みたい。この素敵な回転ドアを見て。パイプは？パイプは一体どこにつけるのさ。ここよ、心配しないで。心配してないよ。ハムスターが大丈夫ならいいけどって思っただけ。この2つの部分どうしようかしら。そのままでいいよ、回転ドアとパイプがあるんだから。それじゃ面白くないわ。こういうのを入れるといいんじゃない。うん、迷路から脱出するのは簡単じゃなさそうだよね。この迷路は他のより可愛くできたわ。難易度も高いし。みんな聞いて、最後の迷路を組み立てるよ。何色になると思う？そう、赤だよ。さ、ここからは簡単。イタリアの迷路だね。なんでイタリアなの？ブロックが全部スパゲッティみたいだから。長くてくるくるしてて。あ、ところでみんな好きなパスタの種類ってある？僕はミートソース。コメント欄で教えてね。サムったらお腹が空いてるのね。それでパスタに見えるのよ。イタリアの迷路完成した？もちろん、私たち最高のチームだもの。やったー、早速やってみよう。5階建ての迷路、このチャンネルでも初めての試みよ。勇気あるマラソンランナーのために高評価してね。用意スタート。ゴールまでどれくらいかかるかしら。いっけー、ハムスターくん、君ならできる、信じてるよ。新しいスーパーハムスターチャンピオンになるんだからね。うおー最低。惜しい。あ、ダメダメ、それはズルよ。戻って。賢すぎ。最初のは簡単だったね。挑戦者は自信ありげです。みんなどの迷路が一番気に入ったかコメント欄で教えてね。2つ目の迷路はどうかな。行け。おっと、そこは行き止まりよ。こっちにいて。そうそう、やるじゃない。すごい、早かったわね。今度は難しいよ。でも君ならできる、応援してるからね。大丈夫よサム、彼ならきっとできるわ。ほらね。ああ、僕の好きな場所。ツー、助けてあげた方がいいかな。いいえ大丈夫、プラン通りよ。ハムスターくんすっごく賢いわ。おもちゃは気に入らなかったみたい。偽物の草で混乱しなかったわ。イエーイ。
回だよ。すごいわ、こんなに興奮するとは思わなかった。頑張って、もう少しよ。チャンピオンね、本物のチャンピオンだわ。みんな、5階建ての迷路面白かった？面白かった人は高評価してね。チャンネル登録もお願いね。じゃあまたね。バイバイ。